ウクライナ東部ドネツク州のバフムート近郊では、南部での反転攻勢作戦とは別に昨年来ウクライナ軍とロシア軍の激戦が続いているよね。そんな中、ここに来てウクライナ軍の第3突撃旅団が、立て続けにロシア軍の機械化部隊を殲滅する様子が撮影される動画が公開されているぜ。そうだね。さて今回はバフムートで砲撃によってロシア軍の機械化部隊が壊滅した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。昨年から激戦が続いているバフムート近郊の戦闘は、ここ数ヶ月戦線の動きに大きな変化はないものの、激しい戦闘は継続されていて、特にウクライナ軍に奪還されたバフムートの南にあるクリシェイフカ周辺の戦闘だね。ロシア軍は、クリシェイフカを奪還された後に同地に定着しつつあるウクライナ軍を撃退しようと目論み、新型戦車 T90 を含む機械化部隊を投入したが、クリシェイフカの南にあるアンドリーフカ近郊でウクライナの第3突撃旅団の反撃に相殲滅されたばかりだったんだ。8月中旬の戦況をまとめて言うならば、ウクライナ軍がロシア軍を圧倒的して消耗させたと表現できる状況が続いていたが、今回はクリシェイフカの北にある戦術上重要となる高台を奪還しようと投入されたロシア軍の機械化部隊が、ウクライナ軍に殲滅される様子が撮影されたってわけだな。この動画が撮影された地点はクリシェイフカ北の高台にある森林地帯で、ロシア軍は画面上で確認できる範囲では最低でも3両の T72 戦車と3両の BMP1 歩兵戦闘車を投入し、ウクライナ軍が奪取した塹壕の奪還を試みたものの、この部隊の動きは最初からウクライナ軍の偵察ドローンによって監視されていて、少なくとも T72 を2両、BMP1 も2両が破壊され、かなりの数のロシア軍兵士をウクライナ軍の砲撃や戦車による攻撃によって失ったものと見られているぜ。バフムートには昨年からロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊が激しい攻撃が加え、ウクライナ軍が市内からほぼ撤退した後、今年の5月にワグネルから引き継いだロシア正規軍は反転攻勢に出たウクライナ軍に対して防衛に徹していたよ。その防衛側であるはずのロシア軍が攻勢に出ているのは、クリシェイフカの北の高台がバフムート防衛に非常に重要な地域であるからに他ならず、ウクライナ軍の偵察ドローンが常時監視しているにもかかわらず機械化部隊を投入するのは無謀であったとしても、ロシア軍はそうせざるを得ない事情があったとの見方をする軍事専門家が多いんだ。イギリス王立防衛安全保障研究所 RUSI のジャック・ワトリング氏は、ウクライナ軍が集中的にロシア軍の大砲兵レーダーを破壊したことで、戦場の優位性は徐々にウクライナ軍側に傾いてきたと指摘したよ。同氏によれば、ロシア軍はこれによって多数の大砲兵レーダーを失ったことから、ロシア軍がウクライナ軍砲兵部隊の位置を特定することが困難になり、この侵略戦争において初めてウクライナ軍は敵陣地に対する持続的な砲撃が可能になったとしているんだ。砲兵部隊の戦術として、敵の大砲兵レーダーが機能している戦場においてはその位置を特定されて、敵の航空機や攻撃ヘリコプターからの空爆や砲兵部隊からの反撃を受けることを避けるために、射撃後には直ちに射点を変更する行動を繰り返す必要があり、時間単位での砲撃数が制限を受けることになるのであるが、砲兵部隊の位置を特定される恐れがなくなれば移動することなく連射が可能となり、ウクライナ軍砲兵部隊は射点に留まる時間が増えて、1回あたりの投射火力量が増加したことになったと、ワトリング氏は分析しているぜ。そして、ウクライナ軍の長射程ロケット弾やドローンによって多数の大砲兵レーダーを破壊されたロシア軍の砲兵部隊は、自軍地上部隊に対して効果的な火力支援を実施することが困難になっているだけでなく、1回あたりの投射火力量が増加したことによって、逆にその位置を探知できたロシア軍砲兵部隊への攻撃も増え、ドローンなどによる攻撃も加えてロシア軍の榴弾砲やマースが破壊されているとも伝えられており、ロシア軍は多数の榴弾砲とマースを失っていると見られているな。実際にウクライナ軍への砲撃が大きく減ったとの指摘があり、地雷を踏んで格座した戦車や歩兵戦闘車及び装甲兵員輸送車に搭乗していたウクライナ軍兵士たちは、
社外に脱出した後に砲撃を受けることなく帰還する可能性が高まったとされていて、ウクライナ軍の人的損害が減少しているというね。ウクライナ軍第128独立山岳強襲旅団のドミトロ・リシウク大佐がアメリカのニューヨークタイムズ紙の取材に対して、アメリカから供与されたクラスター砲弾によって多数の敵の榴弾砲やマースを破壊することができ、以前であればロシア軍部隊は20門以上の榴弾砲などによる火力支援を受けていたものの、現状はせいぜい2から4門程度の火力支援しかできなくなっていると語っており、バフムートのロシア軍部隊の砲火力が著しく低下していることを指摘しているんだ。このことにより、バフムートのロシア軍は地上戦における優位性が失われつつあるために、たとえ無謀と分かっていてもウクライナ軍の前進を阻むためには戦車や歩兵戦闘車を最前線に押し出すしか他に方法がなく、これらの部隊がウクライナ軍の榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースを呼び、ドローンによる攻撃を受けて戦闘車両が破壊され人員の消耗を強いられている可能性が高いと指摘する声もあるみたい。また、アメリカからクラスター砲弾やロケット弾の供与を受けたウクライナ軍は、最近になってその使用頻度が増大しているとされているが、このクラスター弾の効果については、8月20日のニューヨークタイムズ紙が、ウクライナ軍は反転攻勢を開始して以来、多大な死傷者と装備の損失を被っているものの、1000km 以上にも及ぶ広大な前線のほとんどにおいて前進しており、その前進を助長しているのがアメリカから供与されたクラスター砲弾で、それがロシア軍の機械化部隊の戦車を含む装甲戦闘車両と砲兵部隊を破壊するのに効果的だと証明されたと報じているぜ。最前線のウクライナ軍指揮官や兵士たちもクラスター砲弾のおかげでロシア軍の消耗が激しく、侵略が始まった頃と比べてロシア軍の装備も人員も残念な状況になっていると述べており、最前線のロシア軍部隊の戦力劣化が進んでいる可能性があると指摘しており、そして、これらウクライナ軍指揮官たちが口を揃えて、我々の下方の射程圏内に侵入することをロシア軍が躊躇するようになっており、最近では航空機による空爆やミサイル攻撃に頼り始めていると述べて、ロシア軍地上部隊の意識と戦術に変化が見られているな。ニューヨークタイムズ紙はさらに、ウクライナ軍の反転攻勢作戦の開始当初は、通常では考えられないほどの密度で対戦車地雷が設置された地雷原や、圧倒的な火力の前に最小限の結果しか残せておらず、作戦が長期化する可能性が高いという見方が広まるにつれて当初報じられていた楽観論が消えつつあるが、この数週間の間に取材を実施した最前線のウクライナ軍指揮官たちの認識に変化が出てきたとして、西側諸国からの何十億ドルもの兵器援助によって部隊の装備が整い、訓練を重ねてきたことで練度も装備も向上したとした上で、さらにここまでの経験から新兵の訓練方法にも改善が加えられてきたことで兵士の補充が容易になり、ほとんど部隊で兵士の専門性と練度が高まりを見せていて、その規模が拡大していると指摘しているね。例えば先に紹介したウクライナ第128独立山岳強襲旅団では、昨年12月にロシア軍の攻撃によって指揮官が戦死するなどの大損害をかぶり後方に交代していて、ニューヨークタイムズ紙の取材に答えたリシウク大佐はその際に指揮官後任として着任したのであるが、同大佐は我が旅団は大損害を受けた1週間後には再び戦力を取り戻したと述べていて、ウクライナ軍の補充兵供給が以前よりも円滑に行われていることを示しており、ロシア軍とウクライナ軍の戦力差が拡大しつつあることが示唆されているんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。近代戦における大砲兵戦とは、対峙している砲兵部隊同士がそれぞれ殲滅を狙って直接砲撃し合う戦闘のことを指し、どちらかが壊滅あるいは解消するまで撃ち合う戦闘だよね。しかしながら、このウクライナ侵略戦争におけるウクライナ軍砲兵部隊の戦い方はこれまでとは違うとして、ウクライナ軍砲兵部隊のベテラン将校が榴弾砲同士が撃ち合う砲撃戦は過去のものになったと語っていることが伝えられているぜ。
今回はウクライナ侵略戦争における大砲兵戦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このウクライナ軍将校が語るところによると、大砲兵戦の戦い方を変えたのは、ドローンと精密誘導弾、そして大砲兵レーダーの存在であるというんだ。この侵略戦争でこれまでに最も脚光を浴びた兵器といえば、なんといっても無人航空機 AUV ドローンだろうね。開戦当初に話題となったドローンは、トルコ製の偵察監視攻撃のいずれの任務もこなせる大型ドローン、バイラクタル TB2 で、特に侵略開始当初の2022年3月にウクライナの首都キーウを目指して侵入してきた、ロシア軍部隊の車列に攻撃を加えるなどして、首都防衛の盾役者として称賛する歌などが作られるなどしていたな。また2022年4月にはウクライナに対してアメリカから、自爆攻撃型ドローンスイッチブレードが100機供与され、ロシア軍の兵員や戦車などを攻撃する動画などが出回ったぜ。ウクライナ軍ではスイッチブレードは、ウクライナ軍の特殊部隊を中心に実戦で使用されているとしており、供与したアメリカ軍がウクライナ軍兵士を訓練した上で、ロシア軍への攻撃に運用され戦果を上げていることが明らかになっているよ。ウクライナ軍では国外からウクライナを支えてくれるパートナーの支援によって、ウクライナ軍兵士への訓練が試され前線で良い戦果を上げていることが証明されたと伝えているんだ。このアメリカが供与したスイッチブレードは、エアロバイロンメント社によって開発された、自爆攻撃型無人航空機徘徊型兵器で、アメリカ陸軍が開発を進めてきた、殺傷性小型飛翔弾薬システムリーガルミニアチャーエアリアルミサイルシステムとして開発されたドローンで、アメリカ軍の他にイギリス軍が運用していたもので、今回供与されたウクライナ軍がそれに加わったってわけ。攻撃用としては3つのタイプがあり、人員や飛走行車両などソフトターゲットを標的とする小型のスイッチブレード300、戦車など装甲車両を標的とするスイッチブレード600があり、その他に偵察監視用の非武装のブラックウィングもあるぜ。これらの攻撃型ドローンがロシア軍砲兵部隊を攻撃することももちろんあるが、ウクライナでの大砲兵戦において、ドローンがこれまでの戦いを変えたのは、敵砲兵部隊が展開している地点の探索と、そこに攻撃を加えた際の弾着の確認を確実に実行できるようになったことだろうな。これまでの大砲兵戦においては、偵察や弾着確認は敵陣深く潜入した偵察部隊やヘリコプターなどの航空機からの、目視によって行われていたものが、偵察用ドローンを飛行させることで安全に実施できるようになったよね。ウクライナでは侵略戦争以前から UAV が急速に普及していたとされ、それらの技術が軍事用に転用されているよ。戦場でドローンを使用することにより、指揮官は敵軍の配置と動きに関する情報を素早くかつ正確に収集でき、射撃位置や砲撃目標を調整することができ、さらに、ウクライナ軍はこれらのデータを精密誘導砲弾や、ロケット弾などへインプットすることで砲撃の精度向上を図っており、軍は核攻撃の効果を最大化しつつ、周辺の一般住民への巻き添え被害を最小限に抑えることができ、さらに、ドローンを使用することで、砲兵部隊指揮官は自部隊による攻撃の効果を素早く評価することが可能となり、それに応じて戦術を調整して砲撃の効果を最大化し、目標を確実に破壊殲滅することができるんだ。また、ドローンの使用によって大砲兵戦における死傷者発生リスクを大幅に減らすことができるというぜ。無人のドローンを、偵察やターゲットの捕捉監視などの敵地への潜入が伴う危険なタスクにおいて、兵士の代わりに使用することにより、ウクライナ軍は大砲兵戦での死傷者発生リスクを大幅に減らすことができているな。もちろんロシア軍の砲兵部隊も偵察ドローンを活用しているが、ドローン技術がより発達しているウクライナ軍は、ドローンの運用に人工知能 AI テクノロジーを活用することでロシア軍とは大きな差があるぜ。AI 対応ドローンは、戦場における現在のターゲットだけでなく潜在的なターゲットも炙り出し、これらのターゲットが配置されている状況を識別することができ、さらに読み取った地形データを分析することで、
敵軍の部隊配置がもたらすリスクをより正確に分析して評価し、自軍砲兵の配置などについてフルタイムにより正確な決定を下すことができるからね。また、ウクライナがアメリカから供与されているアメリカ製の 155mm 榴弾砲用の GPS 精密誘導砲弾である、M982 エクスカリバーや高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの多連装ロケット砲システム、MLRS から発射可能な GPS 精密誘導ロケット弾 GMLRS の M30、M31 などの存在も大砲兵線を変えたとして、ウクライナ軍砲兵部隊将校は指摘したよ。ロシア軍にも独自開発の誘導弾が存在しているとしながらも、その精度はアメリカ製の誘導弾と比べれば、大きく劣っているとされているだけでなく、それらの保有弾数も少ないと見られウクライナ軍と同様には活用できていないとも指摘したな。ロシア軍の砲兵部隊にはこれらの精密誘導砲弾によって確実に砲撃が加えられ、さらにアメリカ製の誘導弾が長射程であることから、ロシア軍砲兵部隊に砲弾を供給する後方の弾薬庫などの、兵站施設にも砲撃を加えることで砲弾の補給がままならない状況に陥れているため、ロシア軍からの砲撃が明らかにヘリ戦力の弱体化に成功しているとされているんだ。一方、ロシア軍にはこうした砲撃が可能な砲弾やロケット弾がなく、大砲兵戦においてロシア軍砲兵が、命を守るには幸運を祈るしかないこととは対照的に、ウクライナ軍砲兵部隊は被害を最小限に抑えて有効な砲撃を加えることができているというぜ。また、ウクライナ軍砲兵部隊がロシア軍砲兵部隊に対して優位に立てる要素として、イギリスとフランスから供与された長距離巡航ミサイル SCALPEG ストームシャドウの存在も大きいらしい。SCALPEG ストームシャドウはスホイ 24M 爆撃機などに搭載され、250km 以上を巡航して GPS 誘導などによって、正確に目標を攻撃する空中発射型の対地ミサイルで、これによって GMLRS では攻撃が難しい場所にある、ロシア軍の兵器庫弾薬庫などを攻撃して戦果を上げているとされているよ。また、ウクライナ軍が大砲兵線を有利に展開している要素として大砲兵レーダーがあるんだ。アメリカは2014年のロシアによるクリミア侵攻の後からウクライナに対する軍事支援を行っており、いくつかの最新鋭兵器を提供していて、その中の一つに ANTP936 大砲兵レーダーがあるね。クリミア侵攻の翌年2015年に ANTP936 大砲兵レーダー2機をウクライナに提供していたほか、侵略開始後の軍事支援として2022年3月10機を供与し、オランダからも5機がウクライナに送られていたんだ。この大砲兵レーダーとは索敵範囲内に侵入する砲弾やロケット弾を検知し、それが発射された砲撃地点を検出し、敵砲兵部隊の位置を迅速かつ自動的に探知して速やかに反撃することを可能にするもので、このレーダーによってウクライナ軍砲兵部隊の損害に対しロシア軍砲兵部隊の損害は3倍以上に上っているぜ。ロシア軍も大砲兵レーダーを運用しているものの、最前線での大砲兵レーダーの不足を訴えていたロシア軍、第58連合軍のイワン・ポポフ少将が解任されるなど、その絶対数が少ないと見られているな。このようにウクライナの戦線で現在展開されている大砲兵戦においてはウクライナ軍が優勢となっていて、反転攻勢作戦の進捗に大きく貢献しているとされているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年10月22日にウクライナ国防省が XQ ツイッターに、ウクライナ軍の自爆攻撃型 FPV ドローンが、畑の中を取る道路沿いに大量に置かれていたロシア製の対戦車地雷を発見し、突入して爆破する動画を投稿して公開したよ。ウクライナ国防省ではこれについてリモートによる地雷除去として備蓄されていた対戦車地雷を破壊したという表現をしているが、動画を見る限りでは周囲にロシア兵の姿は全く見られず、地雷敷設に必要な機器なども見当たらず、地雷には何の遮蔽物も偽装もされておらず覗みになっていることから、ロシア軍が何らかの事情によってその場に放置したか、あるいは廃棄されたものではないかと見られているぜ。
さて今回はウクライナ軍のドローン活用について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍においてはこの侵略戦争においてドローンの活用に注力していて、2022年2月24日にロシア軍が侵略を開始した際に、それを撃退するために大きく貢献したとされているトルコ製のバイラクタル TB2 に始まって、手軽に入手可能な民生用ドローンを偵察用ドローンとして活用したり、アメリカから供与されている、スイッチブレードなどの自爆攻撃型ドローンもロシア軍戦車への攻撃などに有効活用しているほか、黒海に君臨しているロシア海軍黒海艦隊の艦艇やクリミア大橋などの橋梁の橋桁を攻撃するのに、水上ドローンの開発と実用化を進めていて、実際に数隻を沈めるなどの戦果を上げており、これらの FPV ドローンによって攻撃時の様子を撮影した上で SNS などにおいて公開することで、自分が優勢であることを国際社会へアピールするために役立てているんだって。この FPV ドローンとは、ファーストパーソンビューを訳したもので、一人称の視点という意味で、つまりドローンからの映像が自分の見ている視点一人称視点であることを表しており、この FPV の機能によって操縦者がドローンから見える景色を見ながら操縦することが可能となるよ。通常は、FPV ドローンからの映像は送信機プロポに取り付けられたスマホやタブレットなどに映し出され、これによって地上からドローンを操縦しているにもかかわらず、空からの鳥観図のような映像を見ることができ、カメラやビデオ機能によって写真画像や動画として撮影して残すことが可能なんだ。さらに、FPV ドローンの中には操縦者が専用のゴーグルなどを着装することによって、正しにドローンに搭乗しているかのような、映像を見ながら操縦することも可能となり、GPS 誘導などの高価な誘導装置を搭載したミサイルと同様により正確に目標を攻撃することができるぜ。そして、この FVP ドローンの軍事利用における最大の利点は、ドローンを扱ったことのない兵士でも簡単な操縦訓練を受けることで、すぐに飛ばすことができるという点にあり、極端に言えば最前線に、突然配備されたとしてもその場で何度か飛行させるだけで運用が可能になることだな。ウクライナ軍では自爆攻撃型として開発されたスイッチブレードなどの軍用ドローンの他に、民生用のドローンに、カメラやビデオを搭載して敵陣の偵察や砲兵部隊の着弾観測などに活用しているが、民生用 FVP ドローンに爆弾を搭載して戦車や装甲車などの破壊に活用しているね。戦車は側面や底面などの装甲と比べて上部の装甲が薄く作られていて直上からの攻撃には弱く、ドローンによる攻撃のほか、アメリカが開発した歩兵携帯用の対戦車ミサイルジャベリンなどは、ミサイルが戦車の直上から攻撃できるため、これらによってここまでに多数のロシア軍戦車が破壊されているんだ。ウクライナ侵略戦争においてロシア軍戦車が破壊されている動画や画像がたくさん出回っている中で、特に目立つのは主力戦車としては一世代前となる T72 戦車が破壊されているもので、その多くの画像には砲塔が吹き飛んでいて明らかに搭乗員は粉みじんになって戦死したと想像できるな。T72 は1973年に生産が開始されていて主力戦車としては第二世代にあたり、世界中に広く輸出されて主力戦車として運用されており、ロシア軍においても未だに主力戦車として運用されているね。T72 で特筆すべきは、世界で初めて実用的な自動装填装置が採用された戦車でもあるということなんだけど、自動装填にした際に金属製の薬莢と一体化した弾薬ではなく、弾頭部と装薬部に分離させた。第二次大戦時の戦艦など水上艦の大口径砲手砲と同じ形式が採用されたんだ。これは金属製の薬莢を使用した場合、射撃した直後にはかなりの高温となるため、数発連続して射撃した後の砲塔内には高温の薬莢が多数転がる状態を引き起こし、搭乗員が危険にさらされる他に砲塔内部の温度が高温になり搭乗員にとって苛烈な環境になるだけでなく、砲塔内に保管されている弾薬が誘爆する危険が生じることになるよ。それらの危険を避けるために、
装薬を梱包装薬にすることで発射時に砲塔内で燃焼させることにした砲弾が T-72 で採用されたみたい。T-72 の自動装填システムが撮影された動画が公開されていて、それを見ると、自動装填用のアームによって、砲内に弾頭部分が装填された後、続けて梱包装薬が押し込まれていく様子が映されているが、T-72 においては砲塔の被弾性を小さくすることを目的に小型化されているため、弾頭部分と梱包装薬は砲塔下部のスペースに保管されていて、そこから自動的に給弾するようになっており、そのため、砲塔の真下に弾薬庫があり、そのシステムも第二次大戦時の戦艦の主砲と同じ構造なのだが、戦艦では砲塔下部の弾薬庫は厚い装甲で守られているほか、艦内の冷房システムで常に弾薬が冷却されているぜ。戦艦のような大きなスペースが確保できない戦車の場合、弾薬庫の装甲を厚くすることができず、発射時に燃焼させることを目的としている装薬は金属製の薬莢と違って耐熱性が低いとみられ、砲塔が被弾した場合には簡単に誘爆して砲塔の下で大爆発を起こす可能性が高いってわけだ。結局、T-72 で採用されたカルーセル方式と呼ばれる回転型自動装填装置は本来であれば、弾薬を被弾率が低いとされる車体底部に集約して生存性の向上を狙った設計であったはずなのであるが、万一車体底部の弾薬に誘爆した際には爆風が砲塔内を直撃することになり、砲塔が真上に吹き飛んで車体が大きく損傷して搭乗員が戦死することが判明したよね。この T-72 の被弾時に砲塔が吹き飛ぶ事象は、かつて湾岸戦争時にイラク軍が運用していた T-72 において、多数発生したことから、アメリカ軍内ではびっくり箱との別称で T-72 を揶揄していたことが伝えられているみたい。これについて、戦車内の弾薬庫が被弾しやすいのは T-72 だけではなく、西側の主力戦車も同様だとする声があるな。西側の主力戦車では砲塔後部にアルバスルと呼ばれる部分を弾薬庫にして砲弾が収納されていて、アメリカの M1A1 エイブラムスやイギリスのチャレンジャー2にドイツ製のレオパルト2は全てその方式で、他にもバスルを弾薬庫として砲弾を収納している西側主力戦車には、日本の自衛隊の90式戦車や100式戦車、フランスのルクレールに韓国の K2 ブラックパンサーがあるが、これらは全て自動装填装置を採用しているぜ。西側戦車が T-72 以上に危険な構造であると指摘する軍事評論家は、被弾しにくい車体下部に弾薬庫がある。T-72 に比べて砲塔上部にあるバスルの方が被弾しやすいことを根拠としているのであるが、西側戦車は砲塔が大型化してもバスルの装甲を厚くしているものが多く、また被弾した際には、バスル上部のパネルが吹き飛ぶように設計されていて、砲塔内に爆風が吹き込まないように作られているため、砲塔内部の搭乗員の生存性が高いらしい。そして、装甲が厚い車体下部が直接被弾する可能性は低いとしても、T-72 の砲塔上部の装甲が薄いため直上から、ジャベリンなどのミサイルで攻撃された場合は貫通されて車体下部の、弾薬庫が被弾して誘爆することによってびっくり箱と霞んだよね。これらのことから、T-72 も西側主力戦車も上部からの攻撃に弱い点では同じだが、搭乗員の生存性においては大きな差があり、西側諸国の主力戦車の方が有利であると言えるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。